はい、2020年12月11日ドラクエ王国、本日はクロコダインレベル30のプラスの方をやっていくんですけど、まず最初にクロコダインデインは弱点じゃなくて弱冠の体勢でしたということで申し訳ありませんということはスタートしますけど、構成は左のような感じで昨日1回やったんですけど、安定しでこれすごいね、あの獣とでバギ体勢持ってったんですけど、ザオラル、それから世界樹を使う瞬間が出てくる、こんだけ結構体勢持ったつもりなんですけど、こっからあともう一個上を目指すには、ワイルドシリーズが私人数分足りないんで、パラディンをとりあえず集中的、要は前から順番に埋めてったんですよ。なんですけど、ここがちょっとあれかな、足りんとこかなというところで、パラディンは、まあさすがにね、こんだけ体勢一応持ったところで、まあこれがまず落ちるってことは難しい。ほんとこうすごい耐えとる。真珠の行為にもね、あれ、バギ体制とね、身の守り40なんてちょっとインチキになられまして。で、クロコダインの S は一応ね、せっかく取ったんで入れてみましたけど、あれ本来行くのはヘルジュラシックのバギ体制持った方が筋だと思います。まあ面白いね、ネタで入れてみましたけど、一回使ってみたけど、なんだった、スキルか、を使う瞬間はなかった。で、これ、同じ構成で、パラディンをヤシャコン持たして、回復1で、クロコダインのレベル30もやったんですけど、安定はシーンね、ザオラル世界中をちょっと使う瞬間も出てくる。あと、状態以上の喰らい方によって。で、さらにこのクロコダインのレベル30のプラスの方は、試合が長引くもんで、要は取り巻きがいますがね。で、アタッカー2人でいかなかもんで、体勢的にきついもんで、私の状態では。そうすると、MP 切れも起こす。特にレンジャーの方。これがね、全体攻撃で、ね、まあ、とりあえずやっていきましょうか。そこら辺のとこですね。ただこれ本当の最適化で言うと、一応炎の計が配布されてるから、まあ皆さん持っとる前提として、まあメラーでセットでいく。だからそこで行って、あとあれか、スーパー、なんだ、ノバか。スパスタのこの前のピックアップ武器。あれがあればベストかな。と組み合わせるとかっていうとこじゃないかなと思うんですけど、ただレンジャーが本当回復切れをしますよね、MP の方で。とりあえずまあ行きましょうか。作戦 E でパラディがガンガンになっとるで、これだけ変えなかなかで、これとりあえず行く。普通リボーでレンジャーは全体攻撃です。ジバリアでメラの全体攻撃ってそれしかないよね。スーパーノバとかだよね。そこぐらいじゃ、多分これだとメラの全体攻撃でもうちょいダメージ与えていくんじゃないかな。で、バトマスは一応ね、これ獣にできるだけ攻めるような設定にしてあるもんで、オートにして棒打ってきます。真珠の方がね、あれ、バトマスの方、獣 A になってますけど、あいつ、メラも乗っとるから、7の5で実質 12% になってますかね。これはやることないで、普通にそばば行きますよ。で、パラディの方を変えて、守るにして、真空なんとかとか、なんか、絶対にガッて攻撃、これ。これがきっつい。そう、これ。これがきっついんですよ。そんなんで、これで命を大事にして、とりあえずこのままオートできました。落ちたらザオラルカ世界中使ってきました。ということで、ここが本当のスタート、レッツラドン。どうだろうね、これほっと最適化測っていくと、確かにやり、炎の系強いんですよ、単体で当てるところ。だけどこれ3人おると全体攻撃欲しいよね。欲しいですよね。だからレイジャーが全体メラーが欲しいよね。それか、キャドでもいいわ。ジバリアムでもいいわ。統一するなら、私が例えばこれカンダートマホークでレンジャー行ってなったら、バトマスの方はあれが欲しいよね。ガイアブレードが欲しいよね。で、逆にヤシャコンとかで行くんだったら、なんだ、トロピカルドラゴだったか。あの時の全体の、だからヒャドの投げてくやつありましたか。あれが欲しいよね。だから揃えたいね。魔法性とか入れてね。レンジャーじゃなくても別に、影縛りに関してはもうそこまでどっちみちこれ試合が長引くんですよ、ほっとに。すごい長いですよ。今、レンジャー MP400 ありますがね。これほっと枯れるぐらいまで行くもんで、ギリギリだった。状態以上の喰らい方によっては、多分 MP、聖水使わなあかんとか思う、ね。でもこれね、プライドも減ったくれもないっていうかあれだったらね、マームを素直に入れたものですよ。やっぱ回復もう一人プラスぐらい。ここをもうちょいね、マームがおるから育ってきて回復量とかいったら、回復1枚とか1枚プラスぐらいとかにできんかなと思うんですよね。それ以上の後上行くなら、とりあえずワイルドシリーズでボーグ全員バギ体制、獣体制を揃えて、さらにバトマスの方が炎の剣じゃなくて天空とかの凸を増やす、幻凸。っていうぐらいのレベルじゃないかな。そう、これだけでもまあもうやってくるだけでも助かるんですよ。この淵の2人はいい。ただ不思議なね、踊りがね、レンジャーに来るとめんどくさい。やっぱレンジャーの方が MP 少ない分で枯れる。で、1個助かったのが、リトルライバーン。最初で私の方で多分考察じゃないけどね、イベント始まった時とかで結構地方のモンスター、心を出た時に、バー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 バカにはしとったと思うんですよ。これでバギ耐性 5% あるけど、地味でね、地味に、うん、でかい、これだけでも。
確かに火力は低いですよ、これ持ってくんだったら。さ、なんだ、シャドウサタンか、ああいうあたりとか入れた方がいいんですけど、それでもこれがあるとないとは、特にこれとバリゲン、バリゲンはもう全員入れました。あのケイちゃんの方最後に紹介しますけど、ニジマックの方にバリゲン入れてます。で他はドラゴンスライム、ボボンガ、あいつバラモス、うん、完全 HP 中心だから。これバトマスでもそうですがね、バリゲイン入れてアームラン入れて、ヘルコン入れとるのはメラーだったので火力もまあ一応捨てたくないのと、コスト的に374の上限が364ですから、あれヘルコンからもうちょい上げていっちゃうと92とか入れれんのですよ。そんなもんでヘルコンにしちゃう。本当だったらもうちょい体力あるやつ入れたいですよ。50でも30でも多いやつ入れたいですだろうね。あれね、ワイルドシリーズを全部持っとる人だとどんな感じになってくんかな。バギーが何、頭から下まで 5% あるだけで全然違います。あの真空のだったか、あのうなって全員にガッツン来るやつありますが、200いくつかやつ、あれを防ぎたいんですよね。あれを200半ば200前半ぐらいに抑えたいね。パラディンの100台はさすがにやりすぎですけど、これクロコダインをヘルジュラに変えたらもうちょいあれですね。もうほんとこれパラディン私自負するわけじゃないけど、ある程度の最高系じゃないかなと。一応ワイルド揃えとるし、で縦間、こうそうそう、この真空脳の今レンジャーが255でしたが、あれが一番食らってますが、あれを前半ぐらいまでに抑えたいで、そうするともうちょい安定モードまで持っていけるんじゃないかなと。これじゃあちょっとプラスを何オートで周回するっていうレベルじゃない、ずっと見とかなあかんし、 MP 切れの可能性もある。火力はやっぱ足りてない、素直に足りてない。炎の剣4突だけど実質あれだもんね、天空の剣無突ぐらいですもんね、ザクッとね、ザクッとね。で寒暖トマホークに関しては無突ですし、まあメラーで揃えたいですよ、できればね。レンジャーで、あいつスーパードバッカー、まあ補選とかでなんか全体攻撃していきたいよね。できればクロコダイにはあれブレーキかけたいもんねって思っとんすよね。でメラゾーバーとかっていう確かに案もあるんですけど、耐性がなきついよな、魔法で耐性は漏れんよなっていうとこなんですよね。耐えれんもんね、これ実際ケージ上がり最初の方であの獣装備の防具外してで、ね、応急とかつけたりしてやってたんですよ。そしたらもうあの真空のだったか300強ぐらい半ばぐらい食らって一番食らうんですよ。で賢者が一番先に落ちちゃうので、これじゃあちょっと機能しんということで、まあ、結局もう獣耐性つけざるを得んということでしました素顔で、うん、これきつい、うん、まあでもこれでも多分減らせていけとる方じゃないかなと思うんですよね。ただね、当然のごとく耐久を上げてケアで耐えれるのは分かりますけど、それに対しての火力が追いついてないので、実際にバトマスに関してもリトルライバーン入れとるからやっぱ火力を追ってますし、当然ねバリゲーンだって本当あれだもんね、魔王の使い入れたいところですよね。レンジャーだって同じこと言えますよね、まあ、魔王の使いとギガンデス入れてますけど、バリゲーンのところだと借りたいし、ね、リトルライバーンだってそうだよね。できればあいつだったドラゴンガイアかのあたりとか入れていきたいけど、そうすると耐性面がってとこなので、バギ耐性がね、バギ耐性っていうのもリトルマンよく考えたね。あれ獣耐性だと多分ぬるかったと思う。バギだもんね、まだなんとかこれぐらいの攻防になる。あとあれだね、防具あれだもんね、とつってもそんなに、例えばバギ耐性が 5% 上がるとか 3% 上がるとか 2% 上がるとかそういうのがないもんで、まあ、ここもできればあれだね、手動でやっていくなら道具使ってあの麻痺は回避したいですよね。アタッカーじゃないで特に回復役だもんね、うん。スカラーとかやってけばもうちょいあれなんじゃないかな、ある程度安定していくんじゃないかなと思うんですよね。できるだけ指導を省いてプラスを周回できんかっていうコンセプトでやったんですけど、プラス自体ははっきり言ってやる価値はないかなと。実際やってみましたけど一回、これ全部何ボックスが落とすわけじゃない、ホコラダはね確実にもらいましたが、それ考えても美味しくないですし、まずプラス自体探すのが結構面倒くさい。私も探してきたけど、これね、2個一応探してきてね、さっき1個ね、違うパーティーで間違えてやっちゃってね、しまったってことでタスクキルしたったらね、もうそれやったことだって消えちゃったんですよ。きっついですことね。ルーラーポイントはまあいいんだけど、あの消えてなかったでいいんだけど。なんでそこが面倒くさいね、ホコラと違うことで。ホコラの場合ね、その間違えたり、その負けたり、まあ、口の悪い方するけどタスクキルしたりしても消えずですけど、強敵クラスの場合消えちゃうもんね。だから負けても終わり、間違えても終わり、切れても終わり、要は電源とかっていう意味でも結構シビアだもんね。その条件に対してやっていくメリットは非常に薄いかな。ただ一応攻略要素としてはね、どんなもんの強敵か、うん、やってみることね。とりあえずクロコダイのレベル30が普通に強かったんで、まともにやってたらあれ強いと思うね。
ラリホを使って魔法でいくとかっていう方が多分どうだろうね、手持ちの武器次第だけど、ここはちょっとあれだね、ティアリク使いたくなるところだね。今ちょっとあれだもんね、押そうとしたら、ね、使いたくなる瞬間だね。パラディン落ちそうでね。あとは本当そうだね、悟りの、あ、悟りって言って思い出した。悟りのもちろんね、突して回復量を上げていくってことありますけど、一応私これ、トワイライト持ってますけど、悟り2本にしました。要はザオラルの回復量が少ないっていう意味で。で、あと呪文耐性を別に持ってったって、これ、ここを起こさせてください。起こさせてください。ここは起こさせてください。すごい。でしょう。これがね、短期決戦じゃないもんね、試合が長引くので、ね、ほっとりなんていうの、実力をうまく評価されるという。か、素直にちゃんと耐性が漏れてないとか、そこら辺で、ね、防御面不足のとか多分これでどうでしょう。だから乱数っていう意味で。まあ一応こんなとこまで来てますけど、まあ赤でもうすぐ倒せるんじゃないとこは来てますけど、これこのままいったら絶対落ちちゃうね。うん。で、この麻痺だってできればきついところなんですよね。うん。そうなんですよ、これが。昨日一応ね、最初にも言った通り、一回やった感じでは安定するっていうところじゃない。そう。ここだね。回復量、耐性もあれかな。これも起こしたいね。起こさせてください、素直に。はい。ケンジャーズ実際こんな感じですことない。MP とか枯れてますことない。レンジャーもギリですことない。だから、このジンベージュがね、うまくあれだね。調整しとるよね。パラディンとかそうだね。バトマスに集中してくれると一番楽かな。これが一番来ないんで、これちょっと起こさせてください、素直に。というところで、これを起こしましていきましょう。うん。聖水を使う瞬間が出てくると思う、これ。本当にこれなら一番って攻略要素でやっていくんだったら、最初から途中で今の私の構成の武器の攻撃力を考慮すると、どっかで聖水を一回使っていってもいいだろうね。特にレンジャーに一発だけは使っとく。うん。っていうのはありかなと思う、素直に。切れそうだもんね。本当に切れそうなんですよ。バトマスは、まあね、あいつ、名前が出てこうね。炎の剣だね。炎の剣。メラブレだね。メラブレのね、MP が消費が低いもんでいいですけど、レンジャーはあれなんだよな。再三言ってるより、このカンダートマホーク燃費悪いんですよね。燃費悪くて、レンジャーって結構 MP が盛りにくいっていうの。そう。こんなホットギリなんですよ、これは。状態異常でそのなり、麻痺されたりとか、雄たけびとかで落ちる習慣が、特にバトマスの方に集中しちゃって、レンジャーばっか先に攻撃しちゃうような、レンジャーの攻撃回数が増えて、比率的にバトマスの方が少なくなっちゃうと、多分枯れると思う。で、あとこの人面寺のこれ、MP3、これ次第で。まあ、うまく考えたら本当運営さん、これ。よく考えたと思う。この取り巻く二人がね、そんなに強くないんでいいんですけど、ただこれ結構、体力あるもんで。手動でやっていくなら、確かにあの、縁の取り巻きから倒していくっていう手もあると思うんですよ。どっちのあれなんだろうな。だどっちしても時間かかるの。だ、一体ずついっても結局なり、全体に与える攻撃がレンジャーで言うと1000いくつか3体ですが、まあ、3000、まあ、ざくっと500、4000とさせてください。めんどくさいから計算が。1300×3 とさせてください。4000ですかね。で、バトマスがあいつ、クロコダイに2000ぐらい。まあ、めんどくさいに2000とさせてください。差額で言うとやっぱ2000ぐらい違うから、多分単体で2人で行っちゃうと、MP 切れ結構もっと起こすんじゃないかなと思いますので、ね。そっちとか逆にきついだろう。何もできなくて回復していく。まあ、もちろん1人落としはね、楽になるっていうのはありますけど、どっちがあれなんだろうな。一応私の手持ちの武器構成的には単体効果力と全体攻撃、レンジャー縛りで行った方が、できれば属性は揃えたかったね。メラで揃えるのが一番ベストかな。ただジバリアの、あいつ、最初の言った、ガイアブレード。あの辺りでもありじゃないかな。で、ヒャドでヤシャコン突った4突あったりしたら、それと、あと全体にありましたが、トロピカルドラゴか。あの時に出たやつ。なんか槍みたいに投げていくやつ。相変わらずね、自分の持ってない武器を、ね、レアアタックアクボックス手に入れましたが。これが本当で、ちゃんともらえるんだったらいいんですよ。だったらまだやる気になるかなと思います。強敵さ探すのが難しい。あとこれね、ちょっとでもミスって負けたら終わり。だから、やるならもう道具使ってでも、でも絶対勝つっていう風に、意地でもやって勝つっていうコンディション作りが。あと、試合が長いっていうのはめんどくさいね、これね。で、MP が結構枯れそうギリギリ。これ、無凸で状態でこれだから、完全にあれだろうね、課金じゃないけど、減凸、減点してかんともっと安定しんと。だって回復2で、最近で言うとこれかなり真面目な私構成ですよ。ということで一応左に見えとる通りなんで、先頭からはまあザクッとまあ簡単に来ますけど、パラディンが本当あれだね、一番要になるんで完全にね、要めました。もうワイルドで。手持ちの中で全部抱いてね。で、アクセサリーがね、HP 回復入れて、HP 回復じゃない、HP 上昇だね、入れて、これで800ダムで。で、心があれだね。これがね、使う瞬間がね、25% で、
要は致死ダメージに稀に生き残るという、要はあれだね、食らった時に生き残るということでしょ。パラディンガードガードみたいなのを想像したんですけど、これ一回も出てないというより、パラディンこの辺ちょっと固めすぎとると逆に落ちるのですよ。これ落ちるんだったら真ん中の2人どっちかのアタッカーが落ちる、バトマスレンジャーが落ちる方が可能性高い。本当にこれ行くならもうこれあれだろうね。ちょっと待ってくださいね。HP でいっとるでいいで。あ、色違うか。あ、いかんない。色か、いかんない。HP でいって。ホットならもうヘルジラだろうね。絶対にこれは。バギ耐性あるしで、ね。絶対こっちだと思います。捨て的で微妙なとこありますけどね。若干劣るかな。どうだろう。0.5 割ぐらい。若干劣るかなっていうところありますけど、体制面考えるとね。というよりさ、これ手抜きだろこれは。ねえ、これ手抜きだろっていうより、デインのこんなごつい敵来るんかな、クロコダインとシルバラ入れなあかんような状況になるんかな、なんか分からんすけど、いやこれふっと見た時に、まあ確かにあれだね、その地方によって取れん人とかのための救済措置じゃないけど、それはありだよね、同じステをね。だったらあの北海道のね、あの魔法の強いやつ、あれのね、2体捨てたやつも出してくれてるところで、パラディはもうほっとこれガチガチに固めました。バギ耐性 6%、 身の守り40、ここでバギ 10% もあります。これだけやって逆にあれぐらいの状態だから結構きついと思うんで、さらにドラゴンスライムも入れてますよ。防具に関してはもうこれ以上あれじゃない、バギ耐性、獣耐性持っとるから、あとはこのあれだもんね、突具合とかのその防御の上がり方とかっていうものになりますので、そんな感じですもんね。ということで2番目のバトマスです。まあ炎攻めにしたいんですけど、やっぱりそれでもね、前の方に置いとるでどうしても食らうのきついということで、これもやっぱワイルド、ルーンバックラ、獣耐性中心、バギ耐性中心にして、ここでもう防具が尽きたんで外貨に変えたってことで、で心に関しては左にも見えてますが、やっぱリトルライバーン大したことないですよ、これ数字的にはっきり言って。比較すると参考程度にいくと、まあシャドウサタンと比較しますか、まあ、小高ですね、もう一目瞭ですよね。力に関しては20違って、この掛け目が違うので、まあ一応斬撃と獣で 12% あるからっていうとこありますけど、でもトータルで換算してもやっぱ低いですね。 HP に関しては若干ありますけど、ただやっぱこのバギ耐性でスタオリー、ここを取りました。あれがきっついで、あの一発だけね、200いくつ食らってましたか、あれでも本当に対策シート300とか400とか普通に食らうから、あれだけでね、あれのためだけに入れました。若干火力落ちてても、特に20後半ぐらいかじゃないかな、多分これ30でやってもこの構成でしたね。パラディンをヤシャコンにして、ヤシャコンセットにしたから当然バリゲン入れましたね。斬撃だろうが待機だろうが関係ない、とりあえずあのバギ 10% はね、やっぱ入れんといかんということで入れました。でこれが真珠の方が獣がね7のメラ5、まあ一応 S 以上換算ぐらいで、これ入れることによってオートでもあいつ狙っててくれるんですよ。なんでこれにしました、素直に。できれば獣獣かなと思いますかね。これだけ戦うならね。ということで、一応これはまあ、付加価値はね、力20あるでということで、まあ、悪くはないあれじゃないかな。結構は揃えてあるとは思ってますということで、武器の凸が足りんぐらい、それ。それでレンジャーですけど、ここら辺からね、当然で、あいつ、ワイルドシリーズです。名前出てこんで、が足りんくなってきたら、外貨外貨で固めてね、盾に関してもないんで、まあ、迷ったんですけどね、賢者の方を落としたくないもんで、やっぱりルンバックラを後ろに回しました。その代わりこっち4凸の盾にして、まあ少しでもガードしてくれんかなというささやかな狙いですね。これは耐性全くないですね。麻痺だけですね。まあ、あったらラッキーぐらいの感じで。で、心構成はこんな感じ。これもやっぱ体力優先ですね。うん。レンジャーとバトマスのでかいのは、黄色と赤を適正枠で使えるんですよ、これ。魔法戦士でいけば確かにね、黄色のところになりバリゲー入れて虹爆にトルバイバーンという手もあるんですけど、武器がチョイスしにくいんだよな、これ。同じ属性を私が、例えばこれジバリアならジバリア、メラならメラ、ヒャドならヒャドでもいいですよ。まあ、ぜひはね、あんたがね、そう勘違いしててさておきまして。で、揃えれるならどっちか魔法戦士でもいいかなと思います。にしましたね。多分レンジャーを外したね。どっちみち影縛りなんかあんだけ試合長くなるんだよね。最初しか入らんから。肝心なのは最後だもんね。最初がぬるいのは分かるから。ぬるいとはまだ言いませんけど、HP 満タンで始まるんだから、そんなきつくないから、最後の方だもんね。どっちか魔法戦士に変えて道具じゃないけど武器を揃えればベストですけど、私の手持ち的にはなかなか難しいし、魔法はできるだけラリフォー使わんのはチョイスしたくないという体勢が盛りにくいからチョイスできないですね。バリゲーンとリトルライバーが入れれんという意味で。で、HP 盛りもやっぱできんですもんね。魔王の使いとかギガンテスとかね。こういう HP 高い、それからアームライオン。高くて、まあ火力も出せる。まあ総構成じゃないけど、本当バランスの整ったやつが入れにくいから、やっぱあれだね、アタッカーは武器構成、魔法じゃない方がいいんじゃないかなということで、一応真珠が、
これがジバリアの身の守りの方にしました。会心とかもありますけど、やっぱ防御面の方が若干でもというところで、でこちらも一応獣7ジバリア5、まあ一応 S 以上なんとか火力は出せるところというか、ね、全体攻撃で固めまして、それで最後の見えてない賢者なんですけど、装備はこんな感じで、まあ一応こっちにルーンバックラー回しました。でアクセサリーに関してもやっぱね HP 上げたいということで、ささやかでも耐性面持ってて、これがで一応獣耐性あるんで、うん、素直にチョイスしました。一応これで 10% あるんで、まあまあ、どっちで、どれでもいいだろうということで、バギがないだけでね。ということで、心構成こんな感じでございます。完全耐性寄りですね。うん。20バリゲイン入れて、これで回復が200いかんかぐらいになりましたけど、それでももう耐性寄りにしました。ドラゴンスライム、メタルフォーミー耐性入れてんで、ボボンガーに関してはね、一番 HP 高いしで、ということで採用しました。で、真珠に関しては特にこれはないですね。ただこちらが、素早さ40、まあ本当にパラディ落ちた時にっていうんだけど、これ逆とか良かったのかもね。パラディの方が落ちん可能性を見とると、これ2戦目なんですけど高いから、実際に賢者が多分あの一番後ろに乗っても落ちる可能性高いと思いますから、700あってもですよ体力は。なんでこれを逆にしてもあれかな、実際あれですかね、世界中使ってますがね、ザオラルダム使ってますがね、使ったよね確かね。なんでパラディの方を起こし役にしてもいいかなって、この構成だったら落ちない可能性が高いから向こうの方がって今思ったね。素直に素早さ40、これをいつも調整用に使ってるんですよね。普段はパラディンに落ちる可能性、集中攻撃されるんですけど、さすがに片目はなんとかあれかな、バギ耐性だねと思って、そんな感じでまあやってきましたけど、実際に見てもこれ MP こんな感じ、聖水使ってないですけど、ほっときつけつだね。あいつの G メージのね、踊りとか、それから状態異常の入り方によっては、これ多分 MP 使わなくなくなりますよね。バトマスがね、一番燃費いいってもこんな感じですからね。賢者に関してはそうだもんね。これ逆にタクトに回復落とすと、まあ、ちょっときついかなと思いますね。アルディの方は落としたくらいで、素直りで。この構成で悪くはないと思うんですよ。悟り2本あって、バリゲイン4つ使っとるし、リトルライバン入れとるし、真珠に関しても一応ね、12% ぐらいの持っとるし、まあワイルドベレーが足りんっていうところはありますけど、一応外貨とかそれから星4を含めて獣耐性は全員一通り入れてますよね。盾以外シルバートレーかだったか、レンジャーのそれ以外、シルバートレーだったよね、ちょっと待ってね、シルバートレーだね、それ以外は入れてるからきついと思うよ結構これは。オートをほっと安定するというと、こっから上行くと突武器が揃っとる、ワイルドベレーは全員前提、バリゲーンもあるっていうとこかな。バリゲーンなしとかでいけるふうになると、凸が進んでて、火力が要は相手より上回るっていうところになってくるぐらいの分岐点が何凸なんだろう。二凸とかほんとそれぐらいいるんじゃないかな、多分。これはね、炎の剣じゃこれ以上も凸ができんから、ね、ねえっていうところですよね。いや、本当に。それぐらいのレベルじゃないかな、素直にで、ね。こうなってくると、あと高難度がね、こんだけ属性バラバラになってくると、全属性欲しいからとか、うんになってくるんでしょうね。と、まあ、そんな感じで本日はなかなかきつい、クロコダインレベル30プラスやってみましたということで、一応昨日1回やってみまして、これが2回目で、まあ、こんな感じじゃないかな、一応私的にはね。あとはね、武器がね、手に入るのが増えてって、属性を揃えれたり、メラで揃えれたり、ジバリアで揃えれたり、ヒャドで揃えれたりってことですよね。いや、射光2本でもって思ったんですけど、単体やってきた方が逆に MP 枯れた方がめんどくせえんじゃないかなって、全体と単体の方がいいかなとね、まあこれはいろいろやってみたいけど、このプラスは結局ね、まあやる価値がないから、あの、ボックスが欲しいんですね。お金が欲しいからね。なんだけど、まあそこまであれかなってこと、まあ攻略要素の一環として、まあまた何かあったらね、いろいろこちょこちょ試してみますわってことで、はいってことで、そんな感じ、終わりー。